ロサンゼルスフットボールクラブはアメリカ合衆国の西部カリフォルニア州ロサンゼルスをホームタウンとするアメリカ合衆国及びカナダのプロサッカーリーグに2018年に加入のプロサッカークラブである同じロサンゼルスを本拠地とするロサンゼルスギャラクシーとの対戦はエルトラフィコと呼ばれる2014年に創設され2018年より MLS に参入した ロサンゼルスフットボールクラブ。ホームタウンはカリフォルニア州ロサンゼルスである。現在のホームスタジアムはカリフォルニア州ロサンゼルスのバンクオブカリフォルニアスタジアム。2016年8月に着工し、2018年に完成した。スタジアムはバンクオブカリフォルニアが命名権を得ている。クラブのオーナーにはピーター・グーバー、マジック・ジョンソン、ウィル・フェレル。 ヴィンセント・タウン、ノマー・ガルシア・パーラ・アンド・ミア・ハム夫妻、チャド・ハーリー、トニー・ロビンズらが名を連ねている。将来的には、クリスティアーノ・ロナウドや、ウェイン・ルーニーといったスター選手の獲得を、画策していると伝えられている。2014年10月30日、アメリカメジャーリーグサッカーは、ロサンゼルスのフランチャイズ権が2017年に、設立される。 予定のロサンゼルスフットボールクラブに与えられたと公式発表した。3日前にチーバス USA が解散によってその後釜として新たに設立された。2015年9月15日、それ以前クラブはカナとして使用されていたがロサンゼルスフットボールクラブが正式なチーム名になると発表しました。当時のロサンゼルス FC の主たる所有者であるヘンリー・グエンは 時間に限定されないように名前を記述することを、クラブが発表された直後に可能性を示唆した。ラフックは、2017年7月に、ボブ・ブラッドリーを監督として発表し、ゼネラルディレクターに、ジョン・ソリントンが加わった。メキシコ代表の MF ・カルロス・ベラは、2017年8月11日に、クラブ初の特別指定選手として契約した。3月4日、ラフックは、 シアトルのセンチュリーリンクフィールドで、シアトルサウンダーズ FC に1から0の勝利を収め、最初の MLS での試合をプレーした。カルロスベラのアシストから、ラフック指名プレイヤーディエゴロッシが11分に、得点した。3月31日に、ラフックは3から0とリードをしながらもズラタン、イブラヒモビッチの MLS デビュー団などで、LA ギャラクシーに4から3と逆転され、 MLS で初めて敗戦した。ラフックは試合中に3から0でリードした後、MLS の試合に負けた2度目のチームとなった。負けはしたが、ラフックはシーズン序盤に6試合のうち4試合勝利し、6試合で12ポイントを獲得した最初のチームになった。5月22日にフレンドリーマッチとして、アメリカ代表 MF、プリシッチを擁するブンデスリーガのボルシアドルトムントと、 対戦し、1から1と引き分けた。10月6日、ラフックは、コロラドラピッツに3から0で勝利し、ウェスタンカンファレンスで3位で終えた。ラフックは、MLS の拡張チームにとって、最高のレギュラーシーズンを達成し、57ポイントを獲得した。最初の MLS カップのプレーオフに進出したが、11月1日に、ホームで、レアルソルトレーク二2の3で敗れた。 1>, 1月31日にプレシーズンマッチとしてポドルスキアンドイネスタアンドビジャを擁する J リーグのビッセル神戸と対戦し4から1で勝利を収めた。レギュラーシーズンでは好調を維持し9月25日に行われたヒューストンダイナモ戦で3から2で勝利しクラブ史上初のサポーターズシールド獲得を決めた。カンファレンス主位チームとして迎えたクラブ史上2回目の MLS カッププレイオフはカンファレンス準決勝でロサンゼルスギャラクシーとホームで対戦し5から3で初めてエルトラフィコで勝利したしかしカンファレンス決勝でシアトルサウンダーズに1から3で敗れクラブ史上初の MLS カップ進出とはならなかった2019シーズンの結果コンカカーフチャンピオンズリーグの出場権を獲得したロサンゼルス FC が 国際大会に出場するのはクラブ史上初めてである。2020シーズンは初の国際大会出場シーズンとなる。クラブ初のコンカカーフチャンピオンズリーグの試合の対戦相手はメキシコのクラブリオンであった。H&A 方式で行われた試合は敵地での第1戦で0から2と敗北したが、ホームの第2戦で3から0で勝ち、合計スコアを3から2として、 逆転での勝利を収めた。準々決勝は同じくメキシコのクルスアスルと対戦する。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により、ホームで開催予定だった第一戦が延期となった。新型コロナウイルスの影響によって延期が続いていた MLS の再開への第一歩として開催された MLS is バックトーナメントに参加し、グループリーグは LA ギャラクシーを6から2で倒すなど、1勝2分の2位で、通過した。その後のノックアウトステージでは、前年の MLS カッププレイオフで敗れたシアトル、サウンダース FC に勝利した。しかし次のオーランドシティ戦では、PK 戦までも連れ込む接戦となったが敗れ、準々決勝敗退となった。トーナメント開催後に再開された、レギュラーシーズンは9勝8分5敗。 ウェスタンカンファレンス7位の成績で終え、3期連続でのプレイオフ進出となった。得点王にはディエゴロッシュが輝き、ラフックは MLS 史上初めて同一チームの選手が2年連続で受賞したチームとなった。新型コロナウイルスの影響で延期となっていた、コンカカーフチャンピオンズリーグは12月に無観客、試合でオーランドのエクスプロリアスタジアムにて集中開催された。 準々決勝はメキシコのクルスアースルに2から1で勝利。準決勝はメキシコのクラブアメリカに3の1で勝利し、クラブ史上初の決勝に進出。だが、決勝でメキシコのワンル、ティグレスに1の2で敗れて、準優勝に終わった。ありがとうございます。